どうも、Lです。それでは原神やっていきたいと思います。さて、だいぶ進んできたなって感じがあるけどね。ここ宇宙と具有か、裏切った証拠を先手に入れたってことで、サラの立場はこれで変わるのかというところで見に行こう。いや、マジで PS5 になってさ、ダウンロードの速さが異常なんだよね。お、いるね。お前たちも来たのか。度胸はあるようだな。お前たちには証人になってもらう。当主への審問が終わるまで捕らえられることはないと保証しよう。だが、もしお前たちの言っていたことが非謀であった場合、お前たちは帰れないどころか罪を背負うことになる。いいな。望むところ。いいだろう。ついていきます。お、で、中に入るわけか。多分ダンジョンだよね。これでいいかな。九条サラ様。お、当主様からの命により、何人たりともこの先に踏み入ることは許されません。ユミか。どけ。私は当主に会わなければならないんだ。容赦はせんぞ。ビッシュルと一緒だね、考え方的に。雷戦。油断ならぬ戦況だ。はっ。星4だからまた出た時に狙っていく感じかな。ちょっと離れてください。多分書類がなくなって九条サラが持っていったんじゃねえかっていう、仕掛けるぞ、勘ぐってって感じだろうね。運命よ、ここにいてよ。ふいふい。先に引くぞ。先によっ、引くぞ。部外者禁止。無念だ。手合わせ願いたい。勝負。運命の召喚化粧押してまいる。まあ相変わらず勝てーなこれでも、このダメージだもんな。いざ、しょ、上道を解放せし。隊列、隊列、仕掛けるぞ。いやー、やっぱあれなんだよね、雑魚とはいえ、すげえな。部外者禁止。してまいる。それでも続け。この仕事は排除するべきですね。これが運命です。引くぞ。妖艶のチャン。大木を消してか。引くぞ。ライフ減り切らないとクーターは火力まだ出ないで。数多いね。拙者を恐れてるのか。召喚化粧。それでも続け。勝負。おい。拙者だ。引くぞ。おい、終わり。やめろ。サラ、気が狂ったか。私の禁令を無視するとは。当主様、聞きたいことがあるんだろう。気迫に押されるな。
高雪様、私は奉行府の上層とパリューへの手紙を見ました。どうかご説明を。遺失した上層と手紙はお前が盗んでいたのか。はん。ではあれらがすべてあなたの直々に書いたものであり偽装ではないと認めるのですか。どうか私に教えてください。当主様、天領奉行は本当に幕府を裏切ったのですか。はん、私は確かにファデュイと連絡を取り合っている。お前が見た上層も私が直々に書いたものだ。あっさり認めた。メガリレーの発令と遂行に助力すればスネージナヤの施設と約束した利益を手に入れられるんだ。昔から九条家の地位を狙っている奴らは多くいた。我々を陥れようとするカモンも数えきれないほどいる。他国勢力の支持が得られる上にメガリレーを通して敵の戦力を削れる。これほど割のいい取引はない。ただお前に知らせる必要がなかったと判断したまで。それだけだ、サラ。あなたはあれほどまで将軍様のことを崇拝していたのに、どうして裏切ったことをそんなに軽々しく言えるのですか。裏切る？これのどこが裏切りだというのだ。あのファドゥイたちは私に利用されているに過ぎない。奴らに何ができるという。稲妻の国土において天から雷が降り落ちれば奴らは身を震わすことしかできない蟻に過ぎん。逆らうことなどできるものか。なぜなら我々には天下無双の雷電将軍が、あの無双の人たちがあるのだから。そっちか、雷電将軍の武力を過剰に信じてるだけだ。おお、こいつが崇拝していたのは雷電将軍というよりも彼女の武力と無双の人たちみたいだ。しかも狂心に近い。では忠義の心はどこに行ったのですか。当主様、私が九条家に引き取られて以来あなたから臣下としての忠義の道を教わってきました。今思えばそれはただ私に九条家への忠誠を誓わせ、将来裏切ることがないようにするためだったのですね。先ほど言った通りは自身の醜さと私欲を隠すための詭弁でしかありません。私欲？私は九条家の永遠を守ってきたんだぞ。将軍様はきっと理解してくれる。前当主様もきっと理解してくれるはずだ。言いたくなかったんだけど、九条家は自分たちの力を過信しすぎじゃないか。ファデュイはそんな簡単にやっつけられる相手じゃないぞ。九条サラの態度次第で状況が変わる。まあ、拉致は開かないからね。メガリレーが本当に正しいものかどうか、私も内心疑ったことはありました。私の心にある道義に背いても、やらなければいけないことなのかと。しかし、それが将軍様の示す道である限り、最後まで良し悪しを判断することは誰にもできない。私はそう思ったのです。けれど今になって分かりました。永遠の道に終わりはないと。そしてその道はすでにあなたたちの私欲によって汚されています。従ってそれを正すとしましょう。少なくとも今まで私のしてきた決心に報いるためにも。余計なことを考えおって、生きたければ行くがいい。九条家の地位を揺るがすことは誰にもできん。お前が情勢を変えることはないだろう。将軍様は今天守閣でスネージナヤの施設を迎えている。さあ、宿女と呼ばれている執行官だ。
宿女か、ここで出てくるのか。稲妻の背後で起きた全ての元凶は宿女だったのか。離島を離れた時、千里さんから言われたことがあったな。勘定奉行が身分の高そうな女性と会っていたって。あの時に気づけたはずなのに。スネージナヤの施設、ちょうどいい。このままこの稲妻から立ち去れると思うなよ。九条サラが言っちゃったぞ。天守閣に乗り込む気なのか。私たちも宿女に借りを返さないと。そうだ、オイラたちも行こう。はあ、でもめちゃくちゃその作詞だからね、宿女ね。それ考えてもなかなか大変なんじゃないかな。さあ天守閣に行こっか。どうしよっかな。属性とかさ、まあ、全然情報見ないようにしてるから分かってないんだよね。でも二属扱うと思うんだよな。前のタルタリアが水と雷でしょう。なんだろうね。あ、倒れてる。次の急ぐか。まあでも本当はな、頭がいいのが多いね。アデューの執行官はね。あーで、サラが全員なぎ倒していってるんだ。確かに強いんだろうね。さて、この奥か。無事勝てるのかね。なんか食事取っとくか。15% 物理ね。よし、行こう。いるねー。あ、雷電もいるじゃん。次から次へと。ここが天守閣だと知らなかったら、どこぞの市場か何かと勘違いしていたところよ。少しはお利口さんになったのかしら。あ、九条サラが宿女に。稲妻の民が犯した過ちは私が裁きます。あなたの出る幕ではありません、宿女。それは申し訳ございませんでしたわね、将軍様。宿女か、こいつは本当頭回るよね。はいはい、私のことが忘れられないのは分かってるから、そんなに私の名前を口に出さないでちょうだい。私を恨んでることも当然知ってるわ。しつこい旅人ね。ここであんたと会うのも全く不思議なことだとは思ってないわよ。裏でジャガンを広めるなんて。そんなに急いで将軍様の前で私の罪を暴きたいの？私はただスネージナヤから外交の施設として来ただけよ。あんたが何を言ってるのか全く見当もつかないわ。オイラたちのこと眼中にないみたいだぞ。ジャガーに飲み込まれた潜入のために。私が興味のない人や物事の話はやめてちょうだい。名前すらも他人に覚えてもらえないような小者たちがこの永遠に至るための革命で踏み台となれるなんて、彼らの短い人生からしたらそれはそれは大きな誉れだったのではなくて。将軍様、私の言ったこと間違ってるかしら。
新上の人々が置かれている危機的な状況も、あとウェンティの神の心も。昔のことを掘り返すの、あんたって執念深いのね。スネージナや女皇の理想はこの世で最も高貴で純粋なもの。それに比べればあんたの言ったものは取るに足らない必要な犠牲に過ぎないわ。決着をつけるのか。はあ、決着をつける時が来た。決着？私もあんたの顔は見飽きてきたところよ。でもあんたがそんな無謀な人だとは思わなかったわ。そんな偉そうなことを言う前に分かってるのかしら、あんたはまだ稲妻にとって最も重要なお尋ね者だってことを。自分の置かれてる状況をよく考えることね。天守閣に押し入り御前で大口を叩くなんて、自首以外の何だというの。あんたと私の間にある差を分かってほしいわ。地位も実力もね。私は御前試合を申し込む。わかりました。まさかそんな手があったなんてね。あんたもこの国のルールを利用できるようになったってところかしら。かろうじて自分を私と対等の位置まで引き上げるとは。認めるわ、これは私にとっても予想外の手。でも敗者は死ぬのよ。わかってるのかしら、旅人。じゃあここは甘んじてあんたと一曲踊ってあげるわ。あんたと私どちらかの命が尽きるまで。お望み通り執行官の権能と優雅さを見せてあげるわ。かっこいいね。炎か。いやでも氷も使ってくるな、マジか。え、氷と炎か、めっちゃ真逆じゃね。しかもさ、凍結で寒くなるっていうのがさ、マジか、それはえぐいな。見にくいね、これ壊したらあかんやつやったね。マジか、面白いな。肝炎に落ちなさい。大丈夫です。いいだい。エネルギー補充。風よ、私に応えよっ。半分来たね。寒い。肝炎に落ちなさい。まだか。肝炎に落ちなさい。そうだな、これ凍結しちゃうもんな。そっちが遠距離な、僕も遠距離で。いった。次の仕事は。そうだね、多分これ壊したら一気に回復できるのか、そういうことかな。肝炎に落ちなさい。水中弦。命令もの。待て。ふっ。行きなさい。よくもこの私に。
おお、つい。召喚の剣王も邪魔になってきたわね。私は。あ、ちょっと待った。そういうこと。私の持つ運命を再び健在させる。眉から出るまで震えて待つといいわ。行こう。氷の女皇の王の巨影邪魔させない。蒼白の炎は今も燃え続ける。ちょっと待った。強すぎる。はい。よし。本命来た。や、蒼白の炎で剣鞘を溶かした今、私の苦痛を見届けるがいいわ。罪と罰の烈焔の中で、あんたの魂を燃やし尽くしてあげる。運命には逆らえません。水中弦が。ルータを使えないか。私はしっかり矢避けるんだよね。燃えてるわ。あんたにもわかる。メテオ。やべえな。やべえかって足場ダメージやばいんだよね。あー、なるほど、そういうことか。足場が整うのか。瑠璃のように落ちなさい。豪華の法要。禁止。エネルギー剣に誓う。いや、痛い。マジで。おい、歯を食いしばりなさい。全然入んないもんな、火属性が。すべてが燃え尽きるまで。ほぼ向こうに近いもんね。魔女、あーでも、よし。あれ、ミスした。痛くてもやめないわよ。怪人も残らないわ。
足場の確保したいっていうか水。いざ勝負。運命の巨影。どうした？急に止まったぞ。どうした？どうした？あなたは永遠の敵ですが、勝者の栄誉は認めましょう。生きてこの天守閣から去ることを許します。ライデン将軍があんな簡単にオイラたちを見逃してくれるなんて考えにくいよな。空気中に漂う雰囲気がどんどん重たくなってる。ライデン将軍による威圧なのか。宿女が死んだ。宿女がライデン将軍の刀で死ぬなんて。確かに罪はあったけど、なんか考えさせられるな。執行官たちは神の心を集めて何がしたいんだ。おい旅人、頭が痛いのか。しっかりしろ。やっぱり早くここを離れよう。なんか嫌な予感がする。無双の人たち。そういえば宿女を切ったあの無双の人たち、強すぎてわけわからなかった。あの一撃が本当に無敵ならライデン将軍を倒すなんてできるわけない。八重巫女の計画。巫女が言ってたな。オイラたちに千住百目神像の前でもう一回一心浄土に入れって。でも今オイラたち自分の身すら守れない。計画は一旦置いておこう。空気中に天気の流れる音が。うまくできない。旅人大丈夫か。なんで何も言わないんだ。外の音がうるさい。確かに天守閣からざわついた声が聞こえる。何か起きたのかな。あの声すごく緊張してるみたいだ。何が起きたのか見に行ってみようぜ。いつの日か雷帝に相対する者が
この地上に現れる。お会いしましたね。一体何があなたを再び私のところまで来させたのでしょう。その愚かな勇気は人々をかばうため、それとも私に謁見するのが目的ですか。いろいろあるけどね。アディが雷電将軍をって誘導した。おや、よもやそんなことを言うために私を永遠の瞑想から呼び起こしたとでも言うのですか。だとすれば私も見くびられたものです。メガリレーに関することはもちろん知っていますよ。おお、ってことは外のことも全部知ってるのか。いいえ、私が知っているのは永遠についてのみ。メガリレーの発令も私が黙認したことです。あのファデュイたちの行いは永遠の脅威にはなっていません。さもなければとっくに粛清していますよ。稲妻の民はたくさんのものを失った。願いとはもともと永遠にそぐわないものです。あなたはまだ気づいていないかもしれませんが、願いを追い求めるというのはたくさんのものを失うことなのです。神の目を摂取すること自体は命を奪うことではありません。命を落としたのはむしろ願いを追い求めた者たちではありませんか。そうじゃ、そうか。てっぺい旅人さん、あなたは確かに特別な存在として私の目に映っています。あなたの身には数えきれないほどの不確定要素があります。言い換えれば、あなたは永遠から最もかけ離れた存在であれば、私は別にあなたに理解してもらおうとは思いません。あくまでも世のために永遠の道を歩んでいく、ただそれだけです。ここは将軍の一身浄土、あなたの意識で構成された空間だよね。そう、そんなことも知っているのですか。まあ別に構いません。大方私の意思を動揺させる隙を探っているのでしょう。もう言葉は意味がなさそうだ。直接今度で論破する。いいでしょう。永遠に背くもの、あなたの覚悟を見せてもらいます。やっぱかっこいいね。永遠の敵になりますか、旅人さん。召喚化粧、遅いは早い。やっ、あ、でも練習の成果出てるかもね。よし、遅い。雷光で永遠の土を照らす。無理です。
ついていきます。この元素以外の処理が追いつかない。早いな。そうだよね、神の目っていうところで言えば勝利先生とかとすることもなかったからね。会いたりすることないからね、ウェンティもね。遅い、あなたをここまで敵対する神の目も所有者もあんまいないもんね。神の目ってか神の器か。あーきつい。入れても1万5000円だもんな。不安定な要素を取り除く必要がある。やっぱ封じてきたか。でも神の目じゃないんだなこれがな。万雷をもって葬り去りましょう。ロックかかるんだよね。ついていきます。ある意味カウンは強いね、そう考えるとね。万雷を持って葬り去りの仕事は、主人公の天狗ライオンみたいなもんか、さっきのが。今さら思い出したのか、ミコ。これはあなたの計算ですか。意識を物体に憑依させる技、誰に教わったか忘れたとは言わせぬ。もしや何時己の願いだけで A の意志に勝てるとでも。何時はここにいるが、彼らの願いはとっくに何時に宿っておる。じゃから目を閉じるがよ。メガリレーを廃止してほしいです。さあこれで神の実が全員使えるようになった。さあ雷電将軍も本番、あー剣になったね。うっげー全然違うぞ動き。痛い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 。
ランク。運命よ、ここにいでよ。次の仕事は無念無双、すべてを無へ。ついていきます。中央エネルギー補充が必要です。マジか。あー、いや、3回、あとで3回は生き返れる。裁きはすでに下りました。そういうことか。いらっしゃい。いざ勝負。来月痛いんだよな。これが運命です。召喚化粧、まるで影が。もう全然火力がついていきます。ダメージ通るね、めっちゃ通るのに。ライメン収まり禁止。万物を次の守備は。ライデンがただの人間に意志を変えられることはありません。それかっこいいな。無念無双、一刀断絶。で、中に入るとダメなのか。守らなくても風の影の程度の傷。裁きはすでに下りました。万物を断ち切ります。表現のチャン。部外者禁止。運命よ、ここにいでよ。寄れないんだよね。何時の負けじゃ、エイ。はええ、私の負けです。どうして自らの民を、彼らの願いの力を信じてやれぬのじゃ。あれらの願いは距離や空間、さらには時間をも超え、すでに何人にも止められぬもの。人々が全力で進むとき、神の予想すら超えることができる。それが何時がリーユへの旅で得た収穫か。うん。人間が前へ進み、神が後ろに置いていかれる国か。しかしてなぜわらわたちがそう自分勝手に前へ進むことを一方的に放棄させることができる。前に進むことで生じた損失をあなたも共に見てきたはずです。そう、永遠にのみ。雷光がひらめく場所には影ができます。私は影。無双をもって稲妻の前に立ちふさがるすべての障害を取り除きます。しかし一歩前へ進むたび何かを失っていきました。そして最後には彼女さえも失ったのです。あれらの事跡は今も雷王の木陰で語り継がれています。しかし失ったものがこの国に残した烙印は今なお燃え続けています。探しましょう。たとえそれが周囲の光だとしても、少なくとも私たちには今があるのですから。彼女はそう言いました。しかし必死に前へ進む国が天理を前にして全てを失ったのを私は見ました。雷光を保つためには時を止めるしかないのかもしれません。今とは儚い幻想であり、永遠のみが
天理に最も近づけるのです。私はもう影ではありません。この身こそ意図尊き存在、天下を太平せし者、臣民に夢を与えると誓いましょう。未来永劫、不変の永遠を。天理、わらわにとっては皆目見当もつかぬものじゃ。とにもかくにも、汝は自分の愛する稲妻を永遠に守り続けたいだけなんじゃろう。その言い方はあまりにも軽薄です。しかしこの国は果たして永遠に存在する価値のあるものなんじゃろうか。願いを失い、変化を失い、ただ存在するだけの国、そんなものは抜け殻に過ぎぬであれば滅んでも問題はないじゃろう。巫女、その妄言を撤回してください。未来永劫、変わることのない永遠、私が臣民に誓った約束です。しかし汝の臣民が必要としているのは、汝の約束などではなく、汝の眼差しじゃ。神の目ですか。人の寿命は100年のみ。彼らに過去を背負えるほどの力はありません。私は全てを経験したからこそ、彼らを正しい永遠へと導くことを選んだのです。はあ、じゃが永遠は汝にとってあまりにも残酷すぎるぞ。へい。私、汝は俗世の者どもに目を向けぬようになっただけでなく、己すら見つめることをやめた。何百年もの間ここで一人寂しかったじゃろう。しかしこれは必要なことで、前へ進まなければ逃す者も多いじゃろう。ここで永遠にとどまる汝も失い続けていると言えるのではないか。そんな孤独に耐えながら、その時間軸を永遠のために無限まで伸ばすなんぞ、わらわに話せ。なぜここの空がかつてあれほどまでに暗くよどみ、そしてなぜ今再び光を放っているのか。ここは汝の一心浄土、汝の内なる世界であれば、もうとっくにここの孤独に耐えられず、本心ではわらわに会えて嬉しく思っておるのではないか。私は何も言うことはありませんわらわにはあるぞ、数えきれぬほどの話が。そうじゃ、せっかくじゃから、ここ数百年間の出来事を汝に話そう。数百年もの出来事を話すなんて、どれほどの時間を使うつもりですか。千個の記憶力はいいんじゃ、数百年の些細なことまで覚えておるぞ。じゃから話すのにも数百年かかるじゃろう巫女、実はもうこうして会うことは二度とないと思っていました。あなたに会えたのは永遠の中に生じた変数であり、驚きでもありますやっと素直に認めおったか。なら引き続き友でいてやってもいいぞ。まったく子供じみた会話ですね。ですが、あなたたちの計画に負けたからには、あなたたちの意思に従ってメガリレーを廃止しましょう。しかし永遠について、この国が果たして前へ進むべきかどうかについては、再び考える必要があります最初から最後まで子供じみていたのは何時の方じゃったな。その後、ライデン将軍はメガリレーを廃止した。人々の願いは、あやつの閉ざされた心の扉を開けたんじゃ。一心浄土以外に、あやつは人々の目に永遠を見た。
願いがひときわ強く輝いたとき、神はそのものに眼差しを送る。ある願いは痛みを拭い、勝機をもたらし、希望を呼び起こす。ある願いは、たとえそれを持つ者の身が滅び、魂が天に帰ろうと、生まれた時と変わらず、真摯に熱く燃えゆく。そう、永遠に。ライデン将軍の一心浄土で何やってたんだ？メガリレーが本当に廃止になるなんて。そうだね、両方だね。八重巫女のおかげだし、人々の願いが取れたし、こっちかな。そうなのか。オイラ心配してたんだからな。さっき巫女がオイラたちのことを呼んでたぞ。お礼を言うためかな。早く行ってみようぜ。いやーにしても強かったなー。だし話も面白かったね。結局は友達に助けてもらったって感じかな。さあ八重巫女さん、お話を。多分いろいろ話してくれるんだろうね。これはこれは、名誉の凱旋を果たした旅人ではないか。神社へはガンほどきに。お前が呼んだんだろ。冗談じゃ、待っておったぞ。ミコも気分がいいみたいだな。そうじゃ、長年会っていなかった旧友と話せたのじゃ、嬉しいに決まっておるじゃろ。ところでその後聞いたんじゃが、まさかファデュイの執行官と御前試合をしたとはな。その度胸は称賛に値するぞ。そうだね、あの時はいつ勢いに任せて。でもさ、まさかシニョーラ死ぬとは思わなかったな、正直ね。今までそのキャラが死ぬっていうのもあんまなかったから、ここに来てそこが出てきたもんね。あの時はつい勢いに任せて。正面から宿女を倒すとは、汝の実力はわらわの予測を超えておる。まあともかく、勝ったならそれでよい。めでたしめでたしじゃ。やっとファデュイの計画を一回阻止できたな。少なくとも今回は神の心を奪われなかった。待て、神の心と言ったか。それは駒のようなものでは。そうだぞ、ミコも見たことがあるのか。七神が持ってて天空の島とつながってる神の心だ。うん。どうしたんだ。あれならわらわが差し出した。ん？ん？ちょっと待った、どういうこと。え？そうでなければいかにして残氷から汝の命を救ったと思う。なるほどね、だからあの時助かったのか。あの時もう渡してたの。残氷は今やファタスの第6位、実力においては宿女よりも上じゃ。わらわは自らの命を懸けて戦うような性格ではないぞ。もう何を言ったらいいのかわからない。でもなんで巫女が神の心を。エイが人形を作ってから神の心を置いておける場所がなくなった。かつてエイと最も親しくしていた友であるわらわに、エイはその神の心を渡したんじゃ。鳴神大社に保管させるためにな。あやつはもともともう神の心の力を必要としておらんかった。あやつによれば
もう天空の島とは連絡を絶っているそうじゃぞ。であれば、神の心は争いを招く無用なものに過ぎぬ。そんなものと計画の核心となる人物を引き換えることができるのなら、割のいい取引だと思わぬか。結果から見ればわらわの儲けじゃな。そう言われるとそうだな。オイラも旅人は神の心よりも大事だ。そうだね、道理でその後三票は見なかったわけだ。確かにね、確かにうまいこと引いて、しかもシニョーラはあれだよ、タルタリアのリルウェイのタリタリアと一緒だ。あの作戦よく分かってなくて利用されただけだよね。で、無駄にやられた感じか。あの時多分様子見てた、撮るタイミング見てたんだろうね。はぁ、あ、仕方ないな。もう今更取り戻せないみたいだし、過ぎたことを考えても意味ない。そういえばミコ、まだオイラたちを呼んだ理由を聞いてなかったよな。お礼のためじゃ。本当か？ランジラがテイワット全土を旅するというのなら、稲妻の旅も一段落ついたことじゃろ。お礼としてこの先の道のことでも、今までの疑問のことでも、わらわがランジラに答えようぞ。何か聞きたいことはあるか？さあ、恒例の質問タイムだね。まず人形の将軍について、本当に人形なのかどうかだよね。人形の将軍を作った技術は今では失われている知識から来たものじゃ。神であるあやつにしか分からぬことなのかもしれぬな。じゃが、ナンジラが興味を持ちそうなことはなくもない。エインが自身の神の体を改造する前、原型の人形を想像したことがある。じゃあライデン将軍は三人いるのか？いや、あの原型はただ実現性を確認するためのもので、見た目も知能もエイ自身を設計に作られたものではない。いわば試作品じゃな。当時の計画ではそれを直ちに廃棄する予定じゃった。しかしエイはそれを残酷と思ったのか、それの体内にある力のみ封印することを選んだんじゃ。その後、あれはただの人のように己の意志を頼りに稲妻の土地をさまよい続けた。ファデュイに目をつけられるまでは。ファデュイ！そしてその原型の人形はファデュイたちに調整され、力の封印が解かれたんじゃ。いや、封印前よりも強大になっているかもしれぬな。うむ、神の造物であり神の心を奪ったもの。原型の人形とは残票のことじゃ。そんなことがあったなんて。そうじゃな、偶然と言うべきか運命と言うべきか。あ、じゃあ残票、あ、だからあれなんだ、稲妻の格好なんだ。じゃあまああれだよね、そうなるとやっぱライデン将軍より強いんだね。まあでも強大になってるってだけだから分かんないか。前任のライデン将軍について。何時のような異教の者が雷神が変わったことを知っているとはな。稲妻の民ですら滅多に知られておらぬことじゃ。そう、モラクスが言ってたんだ、雷神バールが亡くなったって。うむ、じゃが事実を言えば、バールとバールゼブルは創世の魔人なんじゃ。創世の魔人？彼女らは力を合わせて魔人戦争に勝利し、バールが幕府を設立した後、バールゼブルはバールのおそばとして影武者となった。バールゼブルは何時らも知っているあのエイじゃ。そしてバールは名を誠という。世間からすれば両者は常に一体の存在で、互いを補い合い共に稲妻を治めてきた。よって人々が真相を知る必要もなかったんじゃ。魔人バールの名であれ、
雷電将軍の肩書きであれ、常に両者を指すものとみなされていた。あの時までは。あの時？数百年前、わらわが参加しなかった戦争で誠が死んでから、エイが表舞台に出るようになったんじゃ。エイもショックだっただろうな、姉妹だから。あー、じゃあちょこちょこ出てた雷電に似てた方か。あー、バールド・バールゼールなんだ。ねえ、それ分かんなかったのは、もしかしてカーン・ルイヤの。エイが変わったのもあの時からじゃ。あやつが失ったものの中で一番大きかったのじゃろ。そんなことがあったのか。なんかだんだんエイのことが分かってきたな。でも誠ってどんな神だったんだ？彼女とは長い付き合いではなかったが、印象では優しい神じゃった。常に目の前にある輝かしいものを大切にしていたの。そうだったのか。前任の雷電将軍と今の雷電将軍がなんかいるみたいな感じだったけど、勝利が話してたもんね。いや、変わったっていうところで、見た目がそんなに変わらないとかそういうのもあって、なんか人が変わったみたいな捉え方になってるのか。お兄ちゃんについて。すまぬ、それについてはわらわもさっぱりじゃ。ナンジラの言ったあの神についてもな。じゃが、もしナンジラがエイを疑っているのなら、それは少し考えすぎじゃ。エイはナンジラがあったという神の特徴と異なるだけでなく、はるか昔に神の心を自ら放棄し、天空の島とのつながりを断ち切っておるんじゃ。会った後に彼女じゃないのは気づいてた。全く違うもんね、見た目ね。それはよかった。さもなければ雷神の眷属として、わらわたちの関係も微妙なものとなってしまうからの。安心しろ、オイラたちお前とは喧嘩したくないから。ナンジラが目的を達成できることを願おう。すべての真実を知るがよい。ナンジの兄の痕跡については、わらわも持てるすべてのものを利用して調査する。アヤトから借りた終末版の手下も含めてな。何か情報を手に入れれば何時に通達しよう。これも報酬の一部じゃ。そうだね、次の旅の地点について。稲妻の後は、そうじゃな、スメールに行くのが楽じゃろ。スメールか。これまでにもたくさんスメールの学者には会ってきたぞ。うむ、スメールは知恵の神を持つ国。彼らの知恵と知識の探求は止まることを知らぬ。じゃがその執着は時に不可解なことにつながることもある。例えばスメールでは知識は資源として統一管理されているんじゃ。知識が資源？うむ、じゃがその決断をしたのが賢者たちか、クラクサナリデビかは分からぬがな。クラクサナリデビ？なんか可愛い名前だな。ん？知らぬのか？クラクサナリデビはスメールの信仰する神であり、スメール人が使う彼女への愛称じゃ。ナンジラも彼女に確認したいことがあるんじゃろ？うまくいくことを願ってるぞ。これで全部か。とりあえず、まあ稲妻、そうだね、違うっていうの分かってたけど、よく分かったのは神の目だね。神の目の特徴がよく分かったとか、だから願いに反映されるっていうのが一つで、願いが強いとかそういうのがあると、だから願いが残るっていう、引き継ぐっていうところも一つだろうね。よろずやカズハウナのやつが覚醒したから、あれは多分引き継いでっていうことだろうね。同じシーンだったからね、死んだ時とね。で雷電がそうなった理由が前のパーン・ルイヤの戦争の時で、全部つながってくるのか、そこに。でそこから雷電将軍のお姉ちゃんが亡くなって、今 A に移ったことで、誠から A になったっていう。でそこから情勢が変わった。でも兄に関しては稲妻にはほとんど来てないと。まあね、稲妻にはもう全然入ってないわね。
ねえ、スネージアじゃなくて、次の目的は多分ね、港のクリスが多分関わってくると思うのよ。なんかそんな感じがする。多分ね、そういう気はするんだよな。だ結局収穫としては、雷、稲妻の神様か、雷の神と交流ができたっていうぐらいか。そうか、わかった。そうじゃ旅人、わらわが送ったお守りはまだあるか？もちろん大事に取っておくつもり。大事に取っておく。それだけか？わらわはてっきり、何時がそれを胸の前の一番目立つ場所にかけ、これは英知と美貌を兼ね備えた八重巫女様からの贈り物だということを、これから会う人一人一人に言うのかと思っておったぞ。誰がそんなことするんだよ。まあよい。ところで、何時の願いは何じゃ？お兄ちゃんを見つけること。そうか。じゃがそれは何時の小さな目標に過ぎぬとわらわは思うぞ。何時にとって願いとは、浮世も正解も超え、運命と共に輝くものであるはずじゃ。何時に神の目がないのは、その願いがまだ生まれておらぬからかもしれぬな。これからの旅でそれを見届けてくるとよい。なるほどね。あえて出ないってことが確定されてないからね。そういえば最近稲妻の情勢も安定してきたけど、オイラたちまだ新しい依頼を受けてないよな。このままだとお前の片手剣も錆びちゃうんじゃないか。どうせ暇だし冒険者協会に行ってみようぜ。なるほどね。まあでもカズハのあの登場はかっこよかったね。イベントが来てる。そうだよ、これ、そうだね、これ今来たんだもんね。あーもう難しい、読めかっこいいね、これ多分戦闘系だったかな、確かね。で、これがカズハのやつで音楽だね。うん、強化調整。いやいやいや、面白かった。めちゃくちゃ良かったね、話ね。回マスごとに、話が濃厚になるから、それはめちゃくちゃ面白いかな。でね、意外とさ、その、まあ、ここも探索しないといけないっていうのもあるんだけど、こっちもさ、聖雷島の方が、多分砂漠絵だったりとか、まあ、今後関わってくると思うんだよね。だからそこら辺がうまく噛み合ってくるといいなーっていう気もしてる。あとはまた、ちょこちょこしながらかな。はい、ということで、今年ご視聴ありがとうございました。また次回アップデートがあった時したいと思いますので遊びに行ってください。それじゃ、またねー。